何やってんの？え？なんで俺はあんの？いや、こっちは聞きたい。なんで俺はあんの？食欲に乗っ取られてたわ。まただ。また？ああ、もうさ、私さ、自分では分かってんだよ。夜の10時にオレオを食べちゃいけない。ダイエットがうまくいき始めてるんだから、絶対に食べちゃいけないって分かったんだけど、たまに食欲がさ、全部を支配しちゃうの。脳も心もすべて。せっかくここまで頑張ってきたじゃん。分かってんだけどさ。ここで食べたらさ、負けだよ。じゃあ、ケイチ。私が、また次食欲に支配されてたら、絶対止めてくれる？俺は絶対止める。だからこうやって来たんじゃん。ごめんね。うん。じゃあこれ没収ね。あ、大丈夫大丈夫。私、お皿洗うからさ、その時、戻すから。ケイチもお風呂まだでしょ？お風呂入っといて。本当に美咲？何言ってんの？美咲に決まってんじゃん。お前食欲じゃねえだろうな。何言ってんの？お風呂入ってきなよ。いや、俺が戻すよ。私戻すから。お皿洗うときに、ほら、棚にその方が戻しやすいじゃん。ほら、お風呂、臭くなっちゃうぞ！ほら。本当に大丈夫？うん。はい。お前食欲じゃねえかよ。食べさせろ食べさせろ。食欲てめえ目先から出てけ。お腹空いてんだよ。目先はここまで頑張ってきたんだよ。健康的な食事だ満たされないんだよ。このジャンクだけハンバーガー食べさせろ。ウーバーさせろ。やめろ。美咲は今五穀米で我慢してんだよ。じゃあイライラするからせめてヤフーの不倫とかしてる芸能人のコメント欄を荒らすすろ。人に当たるな。自分との戦いだろ。美咲不倫芸能人。美咲イライラすんだよ。目覚ませ美咲。ケイチ助けて。まだ自我が、まだ自我が残ってる。ケイチ逃げて。こんなとこで俺が逃げたら美咲は変わんねえよ。食べさせろ。食べたいんだよ俺を。あ、何する、あ、何を。これで食えねえだろ。何がおかしいんだ。何がおかしいんだよ。これを見たらどんな顔をするかな？それは高田さんにお土産でもらった和菓子。これがあるって分かってたからおかしくてたまんなかったんだよ。貸せ。俺からお菓子を奪えると思ってるのかな？貸せ。美咲、忘れた俺の顔を見ろ。おめえの顔なんかよ、カントリーマームにしか見えねえんだよ。美咲、美咲、なんだ。夢があったじゃねえかよ俺たちの。くだらない、私に夢なんていうものは存在しないんだよ。叫んなよ。痩せたら美咲はビキニ着て、俺はブーメランパンツ履いて、沖縄のビーチでモデル撮影ごっこしようって言ってたじゃねえか。ビキニ撮影しようって言ってねえか。ブーメラン、美咲、彼氏、夢。美咲頑張れ。美咲、美咲。ん？どうしたのそんな顔して。美咲、お前美咲か。何言ってんの。美咲に決まってんでしょ。どうしたの。
なんでもない。忘れて。うん。何もなかったから。どうしたの？なんか変だよ。おしゅ。ああ、もしかしてまた私食欲出てた？もういいからこの茶番も。もうさ、ここまで来たんだから頑張ろ。うん、分かった。俺はさ、別にどんな体型でもいいのよ。だけどさ、こう頑張ろうよ。一回決めたことなんだから。ねえ、やるよ。ああ。うん、食べないし。じゃあもうこれは、俺が、しまっとくから。はい、はい。よいしょ。美咲！